せーの、チョモを騙すぞ。あーくるくるチョモチョモ、くるチョモチョモ、今日はいい日だね。そらちゃん見てるくるぶしです。ということでですね、今日はなんと、一人でくるちょもチャンネルを、撮影しておるのですけれども、これにはちょっと理由があってですね、なんと、チョモララテ、ドッキリ大作戦ということでですね、今日は、スペシャルゲストを、呼んでおります。じゃあ、早速ご紹介したいと思います。チョモちゃんの音楽仲間で、京子さん、どうぞ。うちのワンちゃんと登場しましたけど、ジュニア級肉食系不女子シンガーソングライターのいい声してるね。今日は初めて会いました、はい、実はこの間ですね、チョモララテのツイキャスで10時間の生配信をやったんですけれど、僕らがね、その中で、一緒に話すこと、機会がありまして、なんか今度一緒にできたらいいね、みたいなことで、ちょっと僕思いつきまして、俺の嫁が、京子ちゃんに変わってたら、チョモはびっくりするんじゃないかと。ちなみに、チョモに最後に会ったのいつですか？みたいな。なんか詩を書くの？半年ぐらいですかね。半年ぐらい。ほう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 。俺もこの間結構久々にチョモに会ったんだけど、たった70日でも結構久々な感じがしたんですよ。確かに。うん。今日は、チョモちゃんに、このね、嫁が、すれ違ってるドッキリ、を仕掛けていきたいと思いますんで、せーの、レディーゴー。チョモちゃんがまずですね、うちに来て、手を洗いに行ったらですね、その瞬間に、嫁の方が奥のこっちの部屋に、入ってもらいまして、そこで京子ちゃんと入れ替わると。で、俺が嫁を呼んだ瞬間に京子ちゃんがその襖をドーンと開けて、チョモさんと、カメラを片手に、チョモの、びっくりした顔を、狙っていただいてという感じで、よろしくお願いします。じゃあちょっと早速もうカメラセッティングしてあるんで、すごい。じゃあ行きましょう。なんかやられると思ってて、ちょっと嫌な予感してたんやって。野菜は美味しいから食えんだよ。死ねえよ。ほんとこういうやつら全員死んだらいいんだよ。野菜は美味しいから食えんだよ。はい。思ったより、陰キャラな感じのリアクション。仕事ちゃうんかい。仕事でした。いやじゃあすいません、ちょっと、カメラに向かってですね。回ってんの。回ってんの。
すいません、あのちょっとカメラに向かってですね、いや、おかしいと思ってカメラセッティングしてるって、いやいつも俺ので撮ってるしなってちょっとドッキリ大成功と、あの来る前に言っててん、そこ下でなんかやられそう、俺今日ドッキリかと思ってたわってくるちゃんに言いながら来たんよ。そもそもめっちゃ可愛いんで、そうなのよ、そうなのよ、絶対なんか感じてると思って、絶対でも読まれたくないじゃないですか。そうなのよね。いやこれは読まれる俺会ったことないから。初めまして。初めまして。いや、そうやん、そうやん。だから絶対、なんか二人の初めましての時は、俺が仲介するもんやと思って。もう飯まで食ったからね。はい。じゃあ、お菓子を。食ってるよりめっちゃ美味しかったっす。ミートソース。俺、あれやもんね。京子ちゃんって認識するまでに、ちょっと時間かかったもん。お前誰だよ、みたいな。いや、兄ちゃんが、ね、普通にこうカメラ回して出てきたんかと思ったら、あれ兄ちゃん一瞬でなんかめっちゃ化粧してる。京子ちゃん、あのここに来てもらってですね。はい、じゃあせーので、じゃあせーの、ドッキリ大成功。あれは美味しいから食うんだよ。はい、1話取れました。